さて先発の杉内投手、初回に4点を失うんですが、まあ、立ち上がりのらしくないピッチングでしたよね。そうですね、やっぱりボールが高いんですよね、はい、そしてアウトコースが多かったですね、はい、初回先頭の西岡に、まあ、右中間を破るスリーベースヒット、その後続く荻野、このバッターいいですね、うん、やっぱり、ね、しっかりバット振ってますからね、はい、1点を先制します。井口デッドボールで一塁二塁でこのキムテギュン、前回ね、はい、打てなかったっていうプレッシャー、ここで、ね、爆発してしまいましたね、はい、4対0と、マリーンズがリード。そして1回の裏、ま、大峰の立ち上がりなんですが、こちらはいかがでした？そうですね、はい、4点取られた後にね、まあ、こういう形で盗塁して、はい、そしてタイムリーで1点取ったっていうのはね、はい、この1点はね、よし行くぞっていうね、はい、チームの勢いがつきましたよね。国語の右中間オーバーのタイムリーツーベースでホークスが1点を返します。4対1です。そして2回の裏、ツーアウトランナーなしからイ・ボムホーレフト前のヒット、山崎が続きます。山崎が好調です。1塁2塁とします。続く川崎の打席で大峰がワイルドピッチ、2塁ランナーイ・ボムホーは一気にホームインします。これでこの1点大きかったですよね。大きいですね、はい、まあ、この辺りから4回のピッチングをご覧いただいておりますが、杉内立ち直ります、まあ、本来のピッチングが戻ってきたという感じですよね。そうですね、三者交代に抑えます。2回以降はね、もう本当いいピッチングしてくれましたね、はい、さあそして6回の表です。この回先頭の荻野、右方向へヒット、そしてこの荻野が盗塁を決めてノーアウト2塁。やっぱり足も速いですよ ね、 ね、機動力使ってきますね、はい、この辺はね。そしてきっちりとこの井口がセンター前タイムリーヒットを打って、マリンズが5点目。この1点は大きかったんですがね、両チーム打線がねやっぱり調子いいですからね、はいはい、さあそして6回です。先頭のオーティス、この1点を取ってもらった後のね、すぐの1点ですから ね、 ね、このホームランもまた勢いつけてくれましたよね、はい、センターバックスクリーン8号ソロ、続く国母も6号ソロホームラン、これで流れがホークスに来たかなっていう感じですね、はい、これでたちまち1点差。そしてマリーンズは3番手の7回からは大谷に変わっています。2アウト1塁からオーティス、ライトスタンドへ2打席連続の9号ツーランホームラン、逆転、本当ね、神がかりの逆転ですよね、はい、そうですよね。そして8回からはファルケンボウがマウンドに上がります。2アウトセカンドというピンチだったんですが、サブローライトフライ、これはナイスキャッチでしたよね、田村がね、うん、よく取りましたね、はい、そして8回の裏、8回の裏満塁、ワンアウト満塁、山崎の、まあ、ピッチャーゴロの間に1点が入って、この1点が大きかった、うん、はい、そして最後マハラが締めてゲームセット。ホークス今シーズン初となります4連勝を飾ったゲームということになりました。